札幌ドームです。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね、はい、さあどのように組み立てていくか。これが初球、高め打ちました。フェアかファールか、わずかに左に切れました。ファールボール、ボールになります。次が3球目、インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってスリーアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか。ファウルになります。ここはゴロを打たせたいですよね。うん、そうですか。さあバッテリー打ちます。よく取った、二塁へ送球、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。素晴らしいプレーが飛び出、見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。うわー、これは気迫。際どいコースに送ってストライク、非常にブレーキが効いたボールです。内へズバッと投げ込んできました。バッター、この当たりはどうか、レフトライナー掴んで、これで2アウトです。打順は9番牧原。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね、2アウトになっています。打ちました、あっと強い当たり取れない。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、1点返しましたソフトバンクホークス。厳しいコースだったんですがタイムリー、得点を許しています。バッターボックス、ストレート打った、高いバウンド、セカンド取った、一塁送球、一塁アウト。しかしバッターボックスの近藤、今シーズンの得点圏打率は3割ちょうどとなっています。内のボール打った、さあいい当たりになった、この打球はフライになっています。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。一打同点のチャンスでしたが追いつくことはできませんでした。札幌ドームからお伝えしてまいります。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。まあそして勝負強いバッターがいるですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。ダン打席に入っています。緩い変化球、まずは見送ります。ファウルになります。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。そうですね、打ちました、取った、二塁へ、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。ここをゲッツーで仕留めたというのは大きいと思いますね。1回裏、バッターは西川。大きな打球になった、これはどうか、真ん中左中間破っていきました。先頭バッター出ました、ファイターズ、ノーアウトランナー。チャンスを
バッターの中田、今シーズン得点圏での打率は3割4分8厘。打った、抜けていった、ボールは中継、サードランナー多い、ファイターズ期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。ここで得点が入りました。打ち上げました、抑えてツーアウト、ノーアウトランナーに一二塁間、難しいバウンドを抑えて一塁アウト、これでスリーアウト。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただき、1番打順は1番、次が5球目、打ちました、いい当たり、セカンドうまくさばいて一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。3番バッター打ちました、ここは打ち上げています、ショートに任せます、今宮が抑えています、ワンアウト。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、アウトコース打ちました、掴んでツーアウトです。打席には5番、打ちました、牧原、一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。回は4回の表、ホークスの攻撃、バッターボックス、ダン、先ほどの打席はファーストゴロ、併殺打となってしまいました。ファイターズ1点ビハインドで迎える4回です。さあ、里崎さん、中盤1点差ですから、しっかり抑えていきたいですよね。そうですね、このあたりからちょっとしたミスがね、致命的になりますからね。そうですね、さあ、しっかり抑えていきたい。低め見送っています。アウトコース打ちました、ここはフライになっています、西川抑えてワンアウト。9番バッターボール追っつけて打ちました、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました、チャンスを広げていきます、ツーアウトランナー三塁一塁、これでサードまでランナー。バッターボックスの西川、今シーズンの得点圏打率は2割9分。外れてフォアボール。外のボール打っていった。高く上がった。ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。逆転のピンチをしのぎました。さあ、ご覧ください。6番バッターは6番ダン。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナー初球打ち、ファウルになります。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど、さあ、そういった配球で攻めてくるのか。この球は外れています。野球に注意ください。打ちました、打ち上げた、キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。ここは取られたくないですね。まあ、そしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。その警戒すべきダン、バッターボックスです。左中間へ、ワンバウンドヒットになった、ホームに送球する、サードランナーがホームに帰ってきました。ホークス追加点を挙げました。3対、警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、厳しい展開になりましたね。終盤で大きな追加点を奪われました。ファイターズバッターの7番栗原、ファイターズこの回1点を失っています。さあ、2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。バッターの栗原、今シーズン得点圏での打率は2割6分2厘となっています。変化球打っていった、ワンバウンドヒットになった、ホームに送球、サードランナーホームイン、ホ
ークス追加点、4対1ファイターズ。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。さてバッターの甲斐、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、パワーとスピードを兼ねて、いい当たり、センター前抜けていく、バックホームする、サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、ホークス追加点を挙げました。抑えたかったんですがここでタイムリーを打たれてしまいました。ファイターズここで気持ち上げた。こちらが先ほどのタイム、はい、さあ初球は何か。最初は変化球できました。これが2球目、インサイド打ち上げました。弾き返した打球はレフトへ。先ほどは期待に、アウトコース打ちました。ショートうまくさばいて、これで3アウト、試合終了になりました。日本ハムファイターズ大敗戦となってしまいました。日産結果、札幌ドームからお伝えしてまいります。まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。初球ボール、しっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど、さあ何を選択してくるか。アウトローを見送ってボール、5球目は何で来るか。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターボックスは3番ダン。まあファイターズとしてはリードされて厳しい状況ですけど、ここをしっかり抑えて諦めない姿勢を見せないといけませんね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。危ない球です。インコース、これは外れます。打ちました、ライトの前に落ちました。ホームに送球、ファイターズさらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁、バッターボックスには4番デスパイネ。今日は2つのフォアボールを選んでいます。2アウトランナー3塁1塁と変わります。さあ2球目は何か。アウトコース、これは見送ってボールです。いい当たり、これはどうか、破りました、センター前、サードランナーホームイン、ホークス1点追加します。バッターは DH リチャード、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ホークスこの回7人目のバッターになります。外を低め決まってストライク、ファウルになります。ここは見逃しで三振を。9番バッターボール、打ち上げた、高い打球になった、ここはフライになっています。最後は内野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。最後意地を見せましたが力尽きました。残念。
メットライフドームです。パシフィックリーグ小宮山さん、連打があります。インコース詰まりました。取ってワンアウトです。打順は6番ダン。まずはワンアウトを取っています。マウンド上宮川、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか、改めてお聞きします。このダン、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、そうですね、打球が強烈なんで打たれた時のショックは大きいですね。怖いバッターですよ。そうですか。次が4球目、高めのボール。この打球はどうだ、切れるか。わずかに左に切れました。ファールボール。ここもファールです。2ボール2ストライクです。打ちました、痛烈。これはどうだ、ヒットになった。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは7番に入っている栗原。ヒットでランナーを1塁に置いています。アウトコース見送っています。スピードボールを持っています。低め外れました。ボール先行です。速いボール、膝元決まってストライク。打ちました、流しました。レフトの前に落ちました。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー2塁1塁。さあライオンズ先制のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。そうですよね。さあそのマウンド上の宮川、どういったピッチ。痛烈、あっと強い当たり弾いた。ボールを拾ってバックホームする。セカンドランナーホーイ。ホークス1点を先制しました。鮮やかな。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。この一打で先制点を奪われました。打席には6番バッターダン。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。ボールになります。高め空振り、ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。高く上がりました。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。さあここはクイックがうまいピッチャーなんで、それを計算に入れて盗塁しない。インコース詰まりました。これはセカンドライナー。バッターボックス初球は何で来るか。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ライオンズチャンスになりました。ワンアウトランナー2塁1塁。見事なバッティングでした。バッターボックスの山川、今シーズンの得点圏打率は2割。レフトへ、この打球はフライになっています。掴んでツーアウト。ツーアウトランナー2塁1塁と変わっています。さあそして三振。タイムリーとはいきませんでした。残念ながらあと1本が出ます。さあ一塁にインサイド、この打球はフライになっています。これは平凡なレフトフライ。レフト掴んでワンアウト。さあ一塁、相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよ。2球目のファースト弾く、ボールを拾って2塁アウト。バッターは初球時、この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。3塁線落ちてフェア、ホームに送球する。今日もマルチヒット。2アウトランナー3塁1塁。これでサードまでランナーが見逃しましたが三振。タイムリーなりませんでした。あと1本。7回の表、小宮山さん、僅差での勝負となってますんで、この回で1点でも取られるとかなり雰囲気変わってきそうですが、どうですか？そうですね、もうこれ打ちました。カーティスアウト、ワンアウトです。
打順は6番ダン。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。田村まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、これは手が出ないか。3球目は何で来るか。アウトコースファウル。変化球で空振りを取ります。メットライフドームからお伝えしてまいります。さあそしてバッターボックスにはダン入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にランナーを背負った場面です。しっかり抑えて流れを渡さないようにしなければいけませんね。なるほど、そうですよね。インコースの変化球見ています。これが3球目、これは内へ外れます。いい当たり、落ちた、ヒットになる、ホームへ、センター前ヒット。これで4試合連続安打。踏ん張りどころですね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、甘いコースは特に禁物ですね。そうですね。さあ気をつけていきたい。デスパイネが打席に入っています。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。バッターのデスパイネ、今シーズン得点ジャストミート、取ってアウト、ダブルプレイ、チェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきます。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。エラーでランナーが出ています。あー、いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。変化球絡み、ワンアウトです。ランナーは変わらず一塁で。今シーズンの得点圏打率は2割1。初めてフォアボール、打ち上げました。劇的な結末、サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターは、
メットライフドームです。パシフィック。バッターボックスには6番ダン。ライオンズ初回から相手打線に捕まっています。里崎さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。まあそうですね、ここから修正が必要な内容となってますよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。高めのボール、ヒットになった。二塁はセーフ。これで5試合連続安打。ツーアウトランナー二塁一塁。打席には7番バッター栗原。ライオンズこの回2点を失っています。高めのボール、左中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。西原掴んで3アウトです。1回の裏バッターインサイド落ちました。これはどうだ、センターに抜けました。おっと送球が取れた。おっとボールが落ちている。これで4試合連続。6番バッター打った。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。さあそしてバッターの西原、今シーズン得点圏での打率は2割飛んで打った。うまくさばいて一塁アウト。ランナーは変わらず三塁二塁です。ストレート打った、ショートの右抑えた、一塁へ、一塁アウトで3アウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。さあ同点のランナーが、まあ盗塁するならキャッチャーの肩を計算に入れて走らないといけませんね。なるほど、ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。ワンアウトです。打順は3番か。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。一気にライトへ。ライオンズチャンスになります。ワンアウトランナー。バッターボックスの山川、今シーズンの得点圏打率は2割飛んで。打った。ピッチャーライナー掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁一塁。のボール打っていった、高い打球、ここは打ち上げています。掴んで3アウト。同点は許しませんでした。これが先ほど6番バッターダン。前の打席はカーブを狙い打ちされたんでね、ここは気をつけたいですよね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打ちました。取ってツーアウトです。8番打順は初球打ち、牧原が掴んでツーアウト。9番バッター、流しました。これはどうか、三遊間抜ける。ライオンズチャンスになりました。ツーアウト二塁一塁。ここは綺麗に流していく。バッターの源田、今シーズン得点圏での打率は2割1分。打ち上げた。高く上がった。ここはフライになっています。掴んで3アウト。同点は許しませんでした。先ほどのシーン。里崎さん、ここは何としてもゼロに抑えて終盤を迎えたいところですよね。そうですね、まあビハインドではありますけど、まだどちらに流れが来てるとも言えないんで、まあとにかくここは我慢でしょうね。その我慢から攻撃につなげていきたいところです。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、変化球打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。
念ながらあと1本が出ます。6番バッターボックスは6番ダン。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。わずかに左に切れました。ファールボール。変化球が低めに外れます。打ちました。ショート取った。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で1番。さあここは内野は前進守備ですね。まあバックホームを最優先に考えているんでしょうね。左中間へ。さあサードランナーはどうする。サードランナースタート。サードランナーホームイン。源田ご覧いただきましょう。まだまだ諦めていません。犠牲フライでランナー空振り三振。二塁タッチアウト。盗塁失敗。試合終了。西武ライオンズ痛い敗戦となってしまいました。